どうもチャンネル隊長の隊長です。今日は安全意識をしっかり持とうと思いまして、作業着とヘルメットをかぶってお送りします。みんなマジでご安全に。はい、というわけでね、今日は何をやるのかと言いますと、タイトルサムネにもねあるんですけど、バッテリーが届きました。安くて安心台湾湯浅の、バッテリーでございます。はい。前回の動画の中でもね、出てきたんですけど、こいつちょっとね、もうバッテリーが死んでおりまして、充電したにもかかわらず、もうエンジンかかんなくなっちゃってね、もうなんかいろいろライター周りとかもね、結構ね、だいぶ、あ、電気ねえなっていうのがね、すごいビンビン伝わったので、もう買っちゃいました。でね、今日はね、バッテリーを変えていこうと。はい。でね、バッテリーを変えるだけじゃなくてですね、ちょっとね、配線とかだいぶボロいんですわ。で、これをね、ちょっと今日は一新してやろうかなと思います。というわけで、安全意識を高めるために、作業をする前に、皆さんご一緒に安全スローガンをね、唱和させていただきたいと思います。それでは、今日の当番、隊長くん。はい。いつもの道だからって、油断すんなよ。よし。はい、それでは今日も一日0歳でいこう。よし。はい、というわけでバッテリーはですね、このシートのね、この下に入っております。はい、まずこのシート外します。よし、めっちゃ簡単。はい、超簡単にシート外れます。はい、そうするとね、見えますでしょうか。はい、こちらでございます。はい、もうクソみたいなバッテリーです。もう動きません。はいでね、これちょっと衝撃なんだけど、ほらこの線見て、これ何これ何これっていう線なんですよ。ちょっとこれもね直します。はい、というわけでね、バッテリー外していきます。あ、これかっこいいでしょ。これ今日アストロプロダクツで買ってきました。じゃあね、外していきます。バッテリーはね、外す時はマイナスからプラス、つける時はプラスマイナス。はい、うわー、やばっ、プラス線が取れました何これ、やば、すごい線ですねこれ。はい、というわけでね、今までお勤めご苦労様でございました。はい、これは購入したお店、もしくはね、なんか近所のガソリンスタンド、自治体の、処分方法に従って捨ててください。はい、というわけで、これ見てください。これうんこみたいなことになってます。はい、でこれにもうあれつけますね。何これ、え、何、え、何これ、どうやってつけてたのこれ、マジで謎なんだけど。配線むき出しの状態でついたみたいですね。はい、ちょっとこれはまずいこれはちょっとまずいな。すごいつけ方する人いるね。よし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 、いけ。 OK。 はい、バッテリーにつなぐやつはね、なんとかなりました。次はこのね、何に使ってる線か、謎のこのプラスのこの線、何なのこれ、なんかヒューズ生きてるのこれ、ヒューズ生きてるこれ、そもそも何の配線か分かんないんだけど、お、ヒューズは生きてますね。 20A、 結構ご立派なヒューズついてますけどね、何の線か分かんないですけど、ちょっとついたんで、こいつもねなんとかします。だいぶでも 20A だいぶ細い線ですねこれね、結構細めな深めな線ですね。直しました。はい、ね、こっちのねマイナスの方の線はね、ここでハンダ付けされてて割としっかりされてるんですけど、ちょっとここちょっとウィークポイント丸見えなんで、ちょっとここね、この黒いビニール袋じゃない、ビニールテープでちょっとね巻いておきます。はい、というわけでね、線のこの先端がリニューアルされたので、ちょっとね新しいバッテリー入れちゃおうかな。はい、新しいバッテリーですね。大丈夫なサイズね、サイズ全然大丈夫じゃないやんけこれ。うわ、サイズ間違えた、サイズ間違えた、これやってしまわれたかもしれんこれ、マジ。あ、ちょっと待って、うわ、寸法わずかにミスった。ちょうどいけるかなと思ったらギリギリアウトですねこれ。うわ、やってしまったなこれ、どうしようかなこれ。チャンネル隊長、だいたい毎日夜8時から公開。みんな見てくれよな。ここのね、ほんとどんなもんこれ。ほんと数ミリ寸法が合わないのでこれ入んないんですよ。なのでちょっとね、今からこのね両縁、これを鬼のようにヤスリがけして薄くします。うん、もう切っちゃってもいいかと思ったけど、結構割とこいつ綺麗なんでもったいないなと思って、まあやれるのであれば極力ね、平和に生きていきたいところなので、ヤスリがけしてもう薄くします。あ、絶対無理これあ、絶対無理だなこれ。いいや、もうこっち側落とそう。もうこっち側落とします。何も難しくはない。もうこうですよ。そうしたらこんにちは、オーケー、なんかプルや開きましたね。そしたら、あ、わずかに無理、わずかに無理。これただ開けた人、穴開けちゃった人じゃんこれじゃ。さあさあ、これであとはもうジャストフィットですよ皆さん。ジャストフィットいただきます。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。何が当たっている？何はい、入りましたはいガバ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 でござる。ちょっと待って、これそう、どうしよっかなこれ。どうしましょう、どうしたらいいと思うどうしたらいいと思うこれ。どうしようかな。まあでもほら、ここに車検証とかね入れれば、まあ車検証はないけれどね、車検証とかはないけど、まあ登録書とかね、その登録書とかここに入れてね、封付しちゃえばまあいいかななんてよいしょ。はい、というわけでね、なんとかねバッテリー交換終わりました。ちょっとねサイズを間違えて、はい、ちょっとギリギリ入ってないですけど、はい、でもねそれでもタートシートついたんで、とりあえずこれでよしでいいかな。よし、はい、すいません。じゃあというわけでね、じゃあちょっとエンジンかかるのかいきたいと思います。走ってきますこれ。やー、やっぱりね、バッテリーだけじゃないね、これ。もうヘッドライトもなんかちょっとチカチカしてて、で、ウィンカーも、スロットル開けてないと動いてくれないんですよね。すげえポンコツ。はい。で、多分ですけど、おそらくね、レギュレーターですね。レギュレーターが悪いんじゃないかなと思いますので、ちょっとね、レギュレーター買ってきます。はい。まあちょっとね、本当にもう本当その敷地内ね、敷地内ちょっと出しただけなんだけど、結構パワーありますね。びっくりしました。結構ね、もり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 ね、下からね、なんか押されていく感じがして、とてもね、50cc だけど、かなりパワーありますね。これは楽しいぞ、これは。これは楽しいだろう。うわ、早く行動走りてえな、これ。買ってまいります。じゃあ、行ってくるぞ。というわけで、買い出し行ってきます。まあ、夜なんで、まあ、ホームセンターやってないんで、ちょっとね、ドンキホーテ行ってきたんですよ。ドンキだったらね、ほら、ね、結構、原付の兄ちゃんたちが、なんか、いるイメージなんで、まあ、売ってんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、あれですね、レギュレーター、ない。出なかったです。はい。その代わりね、ちょっとね面白いの売ってたんで、これ買ってきました。軽く踏むだけで楽に空気が入る。これ1200円でしたんで、ちょっと買ってきました。ちょっとね、これ見て、これタイヤね、ほらふかふかするタイヤだけどふかふかする。はい。というわけで、これね、前輪空気入ってなかったんですね。これ乗って初めて気づきました。はい。ちょっととりあえず空気入れますわ。いや、踏むだけで空気が入るって便利な世の中になりましたね。帰ってこんぞ。ちょっと待って。なんで？ダメじゃん。めちゃめちゃ空気抜けんだけど。これ虫がダメになってますね、これ。わお。早くもう中華バギーの洗礼受けてます。マジ？これめっちゃ空気抜けてんだけど。まあいいや、これはおいおいやろう。はい。というわけでね、隊長と楽しいバギーのコーナーでした。さあ、一体いつになったら公道を走るのか、楽しみですね。それではね、皆さん、また他の動画でお会いしましょう。ご安全に。はい。あと、アドバイスお待ちしておりますので、皆さん、お気兼ねなくコメントしてください。おやすみなさい。